はい、こんにちは、レトスノーノです。8月24日の3問に入る前に、過去に宅剣合格した方からいただいたメッセージを共有させていただきたいと思います。このメールを見てですね、私自身、えー、非常に嬉しかったので、ぜひ共有させてください。どのようなメールだったかというと、それを下に転記しております。宅剣試験に合格してから性格が変わったことがあります。それが諦めないこと。 以前は何事においてもできない、叶わないと思えばすぐに諦める性格でした。でも、達見試験に合格できてからは、どんなことでも、ほんの些細なことでも諦めなくなりました。もしかしたらできるかもしれない。あと一回やれば叶うかもしれない。次やったら何か変わるかもしれない。そのように思えるようになりました。奇跡は起こる。自分自身を信じられるようにしてくれたのが達見試験です。 これは、達見を諦めずに勉強し続けて合格したことを経験したから思えるのだと思います。まあ、このようなメールいただいたんですね。私このメール見て非常に嬉しかったです。この達見試験というものが、この方の人生を少しでも変えた。このことを非常に嬉しく思いました。まだ試験まで2ヶ月弱ありますので、最後まで諦めずに勉強を続けていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。 A の B に対する貸金債務について債権者 B の承諾を得て A 所有の建物を持って弁済したこの建物に契約の内容に適合しない貸しがあった場合 B は A に責任を追求することができる○丸か×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えは丸ですね 大弁これ、大仏弁済契約とも言うんですけども、これは売買、売買契約のルールが使われます。つまり、大仏弁済した不動産に、契約内容に適合しない瑕疵、つまりまあ欠陥ですよね、がある場合っていうのは、弁済者 A は責任を負うことになります。 なので正しいといとうことになります。まあ、これはですね、それほど難しい内容ではありませんね、まあ、昔はあの貸し担保責任と、えー、呼ばれていた内容なんですけれども、まあ、法改正があって契約不適合責任って変わりましたね。でまあ、今回のポイントで言えば大仏弁済も売買のルールが使われるよだから契約不適合責任の対象になるよっていうのが、まあ、ポイントの一つなんですけれども、まあ、重要なところで言えばこの契約不適合責任がどういったものなのかと。 いうところですね。まあ、これちょっと解説してると長くなりますので、まあ、この点については、個別市場の受講者さん、えー、メルマガで解説させていただきますので、まあ、そちらをご覧ください。で、まあ、独学の方ですよね。まあ、予備校通っている方も、まあ、結局は独学でね、自分で調べていかないといけないことになるんですけれども、予備校の方も通信講座の方も、まあ、契約不適行責任がどういったものなのかっていうところをしっかり、えー、勉強しておきましょう。問い2です。B が借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りをして、 多数の B の知人または友人に対して売却する場合、B は免許を必要とする〇かバツかという問題ですえ。答えは丸です。免許が必要ですえ。知人または友人に対して不動産を売却するということは、不特定多数のものに反復継続して不動産を売却することと言い換えられます。つまり本文の B の行為は、宅地建物取引業に該当するため免許が必要だということです。 これは基本問題ですねで。個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガから類題も考えてみましょう。重要なので、絶対に解けるようにしていただければと思いますで。ここで解説している問題の解き方、考え方は必ず頭に入れてください。で問3ですね。農業者が市街化調整区域内の工作しておらず、有給化している事故の農地を、事故の住宅用地に転用する場合、 あらかじめ農業委員会へ届け出をすれば、農地法第4条第1項の許可を受ける必要がない。丸かツかという問題です。え答えはツですね。4条許可必要です。原則農業者が自己所有の農地を農地以外に転用する場合、4条許可が必要です。で今回はこの原則に当たるのでえ、罰になるということなんですね。で、これには例外があって、農地が市街化区域に属する場合は、 あらかじめ農業委員会へ届け出をすれば4条許可までは必要ないんですね今回は市街化調整区域なんですよ市街化区域ではないんですねなので例外には当てはまらず原則通り4条許可が必要だということですでこの点についても理解してほしいんですねなのでどうやって理解するかについては個別指導で解説させていただきますそして今販売している予想模試は実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています 理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。 レトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした今年絶対合格しましょう